こんにちは、笠間でございます。今日はですね、ルーペについてちょっとお話をしていこうかなというふうに思います。皆さん、ルーペっていうとですね、よくお年寄りとかが新聞を読むときにこうやって使ったりとか、あと小さいときにもしかしたらやったことあるかもしれませんけど、太陽光に光を集めてこう黒い紙燃やすなんてやったかもしれませんが、ああいうときに使うのもルーペと言いますよね。これも我々ルーペというふうに呼んでいます。で、今、ちょうど今、後ろにこうありますけれども、あれは、マイクロスコープですね。で、マイクロスコープのと大きな違いというのは、これはもちろん持ち運びが可能だということと、やはり持ち運び可能な分、こちらは低倍率になっています。ただですね、低倍率といっても、これ実はそのサージテルという会社のものなんですけれども、一応10倍で、最も高倍率のものとなっています。今、ちょっと実際に下にちょっと動画を流していますけれど、これぐらいの視野で実は見えてるんですね。なので、かなり、例えば虫歯とか、歯石だとか、あと歯を止めた時の接着剤だとかですね、そういうものもやっぱり取り残しっていうのはものすごく、軽減することができます。そういうかなりいい面もありますね。で、例えばですね、この10倍ってなってますけれど、これ以上の倍率っていうのは多分不可能なんですね。で、なぜかっていうとですね、こう共通これがあるんですね。アンシスコープみたいになってますけれど、で、これ以上伸ばさなきゃいけないので、ちょっとやっぱこれ以上はですね、患者さんに当たったりとか、ちょっと治療に支障も出てきますので、やっぱりそれはできないですね。やっぱりそれぐらいで、さらにやっぱり高倍率っていうと、やっぱあちらの、マイクロスコープを使うっていうような感じで、今、臨床では使用してます。で、あと私はですね、そういう精密な治療というものを心がけているというのもあるんですが、あともう一つはですね、検診でも私は使ってます。お子さんですよね、の検診で私はいつも行くんですけれども、検診のやる場っていうのはものすごく暗いんですよね。ですから、なかなか口の中までちょっとこういう小さいライトじゃわからないので、もう実際にこれをかけてですね、ライトも、実はこうついているので、これでお口の中照らしてですね、虫歯とかそういうものを見逃さないようにもしています。ですから、私の検診は結構もしかしたら精度高いかなっていうふうにちょっと思っています。そんな感じでですね、こういうルーペ、やっぱりその患者さんに対してのですね、やっぱり信頼もものすごく高くなるわけですよね。さっきも虫歯の取り残しがないよとか、やっぱりあとですね、やっぱり私自身もここまでやったっていうのはやっぱり達成感というかですね、やっぱりそういうのもあります。で、あと何よりもですね、歯を削りすぎないっていうメリットがあるんですね。肉眼ですとやっぱりなかなか見えないものですから、どうしても削りすぎちゃうっていうこともやっぱりなくはないと思います。ですが、やっぱりルーペを使っているとですね、選択的にこう虫歯を取ることもできますので、そういう点では歯にも優しい、治療っていうものも皆さんにご提供できているのではないかなっていうふうに思います。やっぱり自分自身もですね、やっぱり治療してもらおうとしたら、やっぱり最低限ね、やっぱこういうのをかけて、しっかり治療してる先生がいいなっていうふうにいつも思っています。ですので、一応今日の動画はここまでとしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。